おはようございます。ライブ放送お待たせしました。今日はやっとできました。ここがね、柴又駅に着いたんですけども、迷惑になるんでね、近くでの撮影はできないんですけど、あそこにトラさんいるでしょ。で、今回さくらさんの像がねできたんですよね。こっちです。はい、さくらさん。で、今日気づいたら日曜なんですね。毎日何曜日か分かんないような暮らしをしてるんで、今日も平日かなと思ったんですけど、まあでもね、こういう風に今日も一日中この柴又いますからね、一日中もう一人旅ってのはいいですね。誰にも拘束されずに、まあそういうと一緒にいつもね旅してる人に悪いんですけども、やっぱね、一人の旅ってのもね、なくしちゃいけないかなと。もう道を間違えても文句言われないし、もう急に気分が変わってもね、ありがとうございます。大内さん、上村さん、おはようございます。いや、柴又駅、ほらね、僕これ今日から1週間行ってもいいぐらいな気持ちなんですけどね。うわ、よかった。あ、すごい、もうね、トラさんも囲まれて大人気です。トラさんは全然見てくれないです、僕のこと。あ、関さんもおはようございます。中村さん、おはようございます。中村さん、15日よろしくお願いします。遅くてもいいですからね、中村さん。だから9時とかでもいいですよ。私の体はもう皆さんのために捧げてますんで、まあ、今日はね、トラさんのために捧げております。いやー、TDP もね、関さんかなり盛り上がっていますよね。あそこでもね、どんどん目立っていこうかと思うんですが、まあ、今日はここでもう早速たこ焼きの匂いがして食欲をそそるんですけども、ちょっと皆さんに申し訳ないんですけども、一発ビールの一杯でもいただこうかなって気持ちに、ね、早速なりましたね。ではこれからですね、トラさん記念館とか、あと大釈天とか、あと江戸川をねボツボツ歩いたりとか。おまたまた関さんから学ばせてくださいよ一緒に頑張りましょ もう荷物がとりあえず多いんで、これじゃあもう汗だくになっちゃうんでね、今日ジンベエなんですけど、汗をかくことを予測して。でももう暑いですね。ちょっと荷物預けて旅をしようかと思います。目立っていこう。ちょっとだけトラさんとこ寄ってきましたよ。ほらね、こっち後ろ向いてますけどね。はい、じゃあ失礼します。じゃあちょっと引き続き旅の方を続けていきますね。なかなかね、こう動画を撮りながらだったら、なんかあれですよね、生の楽しみがちょっと疎くなってしまうんで、しっかりと肉眼と両手でね、楽しんでいこうと思います。ちょっと動画はね、思ったより撮らないようにしていこうかなと。動画を撮ると意識がね、動画に行っちゃうんで申し訳ないですけども、たまに撮ります。で、行ってきます。